演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの白玉とさつまいものあんみつを食べたいと思います。あー、なんだか独特な雰囲気のあんみつだな。あんみつというより、あん、大学芋？そんな雰囲気もしますね。まあ、ええ、普通に美味しいですよ、あなた。いただきます。今回は一気にいっちゃいました、ごめんね。確かにちょっと違うかな。そしてそれがいいお仕事していますね。さつまいもの甘みも白玉の食感も見た目も味も輝いていますね。寒天が一塊になっていたり、あん蜜が上の方に集中していたり、うまがあって、いわゆるあん蜜のイメージとはちょっと違う気がしますね。寒天の大学芋のような印象がありました、やっぱり。なので、あんみつとして考えるとちょっと違うかなと思ったので、こちらの点数とさせていただきました。まあ、おいしくはありましたよ。では、ルーブル美術館、山中水泳かな、行くためにと、また強引になりましたね。山中水泳で行けるわけありませんよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。えんへいえん。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。